ちは、タルグサです。今日はリップフラワーでツツジですね、作ってみようと思います。ちょっと時期がギリギリで、もうねだいぶね外のツツジは枯れかけてきてるんですが、28番白地ワイヤーで 3.5 センチゲージですね、用意していただいて、間2回のねじり巻きをしていくと2つでやっとかなと、短いワイヤーだとですねちょっとこれくらいでやっとなので継ぎ足していきます。で、4つでさらにもう1本ですね、ここに引っ掛けて1回ねじってから、普通にねこのねじり巻きをしていくと、はい、こんな感じで5つ輪っかを作ります。でそうするとこの間の継ぎ足した部分ね外れやすいので、一周ねその場所でくるっと巻いてからカットした方が、ちょっとね外れにくいかなと、まあ、それでもね緩んでしまうことはあるんですけれども、この継ぎ足した部分はちょっとこれでカットしていきます。でこの時気をつけてくださいね、最後の2本を切ってしまいそうになるの でこの最後の2本は、1つ目のね輪っかを挟んでねじって留めるのに使うので、切らないように気をつけていただいて、で長さねある程度リップする分ぐらいね残して、下の部分はカットします。で少しね先端尖っているというほどでもないんですが、まあ、指でちょっと形を作って広げていきます。でカップ型にキュッキュッと指なんかを使ってね、細くしていって、で上の部分は外向きに広げると、ちょっとねこんな感じで指でこの鼻のね縁の部分をねフリルを入れるというか、まあ、自然な感じに曲げておいてあげるとね、ピンとしているよりは少しね自然な感じに広がるかなと思います。で次は 2.5 センチゲージです。真ん中の部分使うので、1本でね3回巻きつけます。それを2つで合わせていっぺんに、ゲージの溝を通してね1本で、合わせてくるくると巻き留めます。で、ワイヤー2本くらいに減らしておいて、そうすると6つ輪っかができてるかなと、長いワイヤーならね1本で作れるかなと思います。で真ん中の1つですね、どこでもいいんですけれども、くるくるとねじって、名刺べにします、はい、本当は名刺べもう少し長いんでね長く作っていただいてもいいんですけれども、まあ簡単に今年はいきましょう。で後の部分は、頂点のところでパチンとカットしてしまいます。でここ緩みやすいのでね根元しっかり押さえつけてたり、ちょっとねじっていただいてもいいです。で、まあ、先端このままだと危ないので少しくるっとカールさせておきます、はい、こんな感じにしておきます。ね、そんな気にならないよってことであればそのままでもね構わないですし、別にねいいかなと思いますが、まあ、ちょっとひと手間ねかけておいて、あとは自然な感じにね広げておきます。で28番グリーンワイヤーで葉っぱを作っていきます。 1.5 センチ、2センチ、2.5センチ、3センチ、3.5センチといろいろ作っておりますが、まあ各ね、3、4枚作っていただければいいかなと、葉っぱがね、まあ、多い方がより、それっぽく見えるかなと、まあね、一つのワイヤーからね何枚か、こうねゲージサイズ変えていただければね作れるかなと思います。輪っか一つ作ってあげて、で、先端をちょっと尖らせるんですけど、まあ柔らかい葉っぱなんでね、で上の方がちょっと広がってるかなという感じですが、種類によってもねこれ違うんで、またねこんな感じで作ってみました。で30番ちょっと細いね、グリーンワイヤーで額を作っていきます。 7mm のゲージスティックで間2回のねじり巻きで輪っかを5つ分作っていきます。額ね大変でしたら、まあ、なくてもね大丈夫です、はい、で、1つ目の輪っかを引っ掛けてねじって留めます。で、片方ね長い方はね、まあ、いいのでカットしておいて、まあ、額なんですけれども先端そんなに尖ってないです、まあ、ちょっとね気持ち尖ってるかなぐらいなので、ちょっと指で、押さえて広げるぐらいでねいいかなと思います。少し、こんな形ね、でカップ型にね、まあ、最終的にはなるんですが、ディップするときこれだと困るので少し、ねじって互い違いにしておきます。はい、ちょっと大げさぐらいにしておいた方がねです。リーフグリーンでね葉っぱと額は今回ディップしますが、お
花をねクリア系にした場合は、ライトグリーンとかグリーンとかね、そちらもクリア系の方がね綺麗かなと。今回はホットピンクにスノーホワイトがちょっと入ったものと、あとはライトピンクですね、少しこちらも、スノーホワイト入ってますが、この2色でいきます。ホットピンクですね、濃い方で、お花の1箇所だけですね、花びら1枚のところだけちょっと、マーブルっぽく模様として、濃い色をね入れていきます。まずは薄い色で、なかなか大きいねお花なので、膜が、ね、つかないことがあります。ゆっくりね引き上げて、ちょっと様子を見て大丈夫ですかね。でこれで1箇所だけちょっとアイスの棒などね100円ショップで売ってると思うので、そういったもので流し入れます。はいこんな感じですかね。ちょっとねやはり色は落ちるので、こちら色混ざるかなと思います。混ざってもねいいようにするか、別の紙の上とかでねやっていただければと思います。で、ピンク系統ですね、リップしてもよかったんですが、とりあえず今回はねお花の中心部分、このままだとね白いワイヤーなので、少し色をね、プラモデル用塗料で塗りました。リップ液をサラサラに、薄め液でしてリップしていただいてもね大丈夫です。かなりねサラサラにしておかないと余分なところにつきすぎてしまったりするので、どちらでもね構わないです。お花の薄い色でやっていただくか、まあ、実物はねちょっともうちょっと濃い、買ったりするので、そういう色でもいいのかなと思います。乾いたらこれもねストレスナーつけました。全体的にねお花も葉っぱもで乾いてからですね、お花に穴開けていきます。ちょっとねストレスナー溜まりやすいです、お花のところ。ちょっと私のも溜まってたんで、気をつけて、よく振り落としてね乾かしてください。でお花と額に目打ちで穴を開けたら、お花の方のワイヤーはカットしてしまいます。はい、でそこに、おしべめしべですね通していきます。でさらにそこで、この額に通してあげて、で、おしべめしべをちょっとギュッと、引っ張って、少しお花より内側に持ってきます。多少ね引っ張るぐらいでいいです。まあそのままね、大変でしたらそのまま、ねじってしまっても大丈夫かなと。額と一緒にねねじって留めます。でフラワーテープですね、今回は、ライトグリーンぐらいのねフラワーテープで巻き留めていきます。くるくると、こんな感じですかね。でまた、18番ですね、のワイヤーを半分ぐらいにカットして、ちょっと、葉っぱをまとめていきます。だいたい 3,4 枚作ってますが、小さい葉っぱちょっと多めに、葉っぱね多めにね、まあ、気持ち作っておいた方がいいですかね。一つのピックに今回20枚くらい使ってるので、まあ、それを目安にねサイズ変えつつ、たくさん作っていただいて、で上の方はね小さい葉っぱもこもこと、つけていただいて、少しずつ下に行くにつれて葉っぱ大きく、3枚ずつぐらいですかね、つけては少し下に少し下にみたいな感じで、やっていきます。まあ、正確にはもうちょっとねつき方違うのかなと思いますが、見た感じこんな感じかなというアバウトなね感じで作っております。で今のでだいたいね葉っぱ2つ分ぐらいね、2枝分ぐらい作ったかなと。で葉っぱのちょっと下ぐらいにね今回お花つけてみました。どうなんでしょう、つき方ちょっと間違ってるかもですが、こんな感じかなと。でお花のね一箇所濃い部分をちょっと上にしてつけてみました。でこれとこれをね一緒に合わせて、ちょっと隙間空くのでそこに1個お花と、花が今回6個くらいですかね作ってみましたが、まあ、もうちょっとね数作ったり減らしたり、あとは茎の長さもねこの後生ける、花瓶とかに合わせてね長さ調節してみてください。今回はね、ツツジを作ってみました。ここまでご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。